週刊マクロスニュース。今週は公式放送マクロスが止まらないの内容を中心にマクロス情報をまとめてみてまいろうかと思います。こんにちは。エウレカです。こちらの動画では、エウレカさんが個人的に集めましたマクロス情報をまとめてお送りする動画となってございます。何かお気づきの点ですね、こんな情報もあるよとかございましたら、コメントの方をいただけるとありがたいです。あと、概要欄にそれぞれの内容のリンク貼ってございますので、詳細はご自身の目でご確認いただくようにお願いいたします。では見てまいりましょうか。マクトマ、今週は何やら情報が盛りだくさんでオープニングトークなしということでございましたが、というか早速何やら鈴木みのりさんの髪の毛が長いっていうのがめちゃくちゃ気になりましたねただ地毛じゃないということで、なんかエクステとかおっしゃっておりました。エクステって何ですか？ズラとかとは何かまた違うものなんですかね。エウルカさんにはよくわからないですが、はい、マクロス情報の方ですね。まずは、はい、マクロスフロンティアとデルタ合わせ京都南座歌舞伎の宴ということで、コラボ企画展が来週1月20日土曜日から始まりますということで、チケットを絶賛発売中ということでございました。あとは今週末というかもう明日明後日ですね、ミニライブ&コラボトーク開催されるということで、注意事項のお知らせとかも、X の方で出てございましたね。参加される方はしっかりと見てまいりましょう。エウレカさんも参加してまいります。でその中の、はい、グッズ紹介がございました。何やらズロ神まみたズロクということで、A4 サイズで、まあその歌舞伎に関することとか、あとは今回のデザインですね、衣装デザインに関することとかをしっかりと書かれている内容になります。いや、これは必ず買わないといけないものだと思いますね。ちらり中身紹介してくださいましたが、シェリルさんが書かれた台とか、あとはワルキューレ、シラ拍子花子とかなんかいろいろそこら辺の解説が書かれているそうです。あとはその南座の、まあ舞台に関しての説明とかもなんかチビキャラとかちりばめられておりまして、なかなかいいですね。いやー、現物見るのが楽しみでございます。グッズ購入も楽しみです。はい。そして、マクロスデルタワルキューレ衣装店が、関西へ移動するということでございます。見事にこの歌舞伎の宴のタイミングと合いますね。来週1月の20日から、関西西宮で開催されるということです。いや、どうせだったらついでにエウレカさんも見に行こうかなとか思ったんですが、1週間ずれてるんですね。残念です。一応東京で見ることはできましたので、関西の方ですね、はい、焦らずチケット購入して、参加してください。あとマクロス超百科が1月17日発売ということで、これね、アマゾンさんで購入することできますのでね、ぜひともご予約ください。まあ、マクロスのね、フラッシュバック20、マクロス超時空要塞マクロス2フラッシュバック2012とかそこら辺までのを中心になんかいろいろ解説されていらっしゃるみたいですね。イメージボード集とかなんかかなりレアなものが見られるみたいです。まあ要は世界観ですよね、アニメを描く上で、まあこんな感じの街並みですよとか、コックピットこんな感じですよとか、そういうのが書かれているものなんじゃないでしょうか。あと激アツなところは対談ということですね。川森監督、キャラクターデザインの三木本さん、そしてメカニック作画の板野さんのね、お三方の対談はかなりレアだということですのでね、ぜひ購入してみましょう。はい、そしてここからがケンさんが発表された文になりますね。はい、巡回ポップアップインズタヤ、これが、チューブエリアが開催されるということです。愛知県、のりたけ新町、次が長いんですよ。イマジン白洋ウィングタウン岡崎店
というところで開催されるそうでございます。はい、リンクの方をクリックして情報を見てご自身で確認してください。愛知県にねお住まいの方は、ぜひとも足を運んで、はい、グッズ購入しましょうね。そして同じくこれ A3 さんのもので、昨年末からポップアップしておりましたネオンサインアート、レトロアートのグッズが通販、で販売されるということで、通信販売されるということでございます。在庫なくなり次第終了ということですのでね、ぜひとも買えなかったという方は、はい、ネット通販で購入してください。あとはデラックス超合金 VF171EX アーマードナイトメアプラス EX リバイバルバージョンということですね。まあ何やらあちこちブラッシュアップされた部分があるということで、まあすでに予約は予約分は完売しているそうなので、あとは店頭販売分ということなんかそんな感じでおっしゃっておりましたね。まあそこら辺はご自身でご確認ください。あとは YouTube チャンネル、これは、プレミアムバンダイさんの方ですかね。プレバン宣伝隊ということで、YouTube 動画で、はい、マクロスゼロプレミアムリマスター、ブルーレイボックスプレミアムリマスターエディション、こちらの紹介動画があるということでございます。紹介されてらっしゃる方が見事に、工藤新役の鈴村健一さんが、この画像の向かって左手側の男性の方ですね鈴村健一さんが、ご本人様が紹介されてると。まあ、プレミアムバンダイのこの動画で、特に、よく出てら、よくなんだろう、変だろう。変な話だな。はい。プレミアムバンダイの動画に出てらっしゃるそうですね。ほら、なんか、魂ネーション2023とかなんかそこいら辺でもね、なんか生放送で出てらっしゃ、鈴村健一さん、生放送で出てらしたということですのでね。はい。ぜひとも予約しましょう。そして、はい、ゴリゴリゲームしちゃうかんね、マクロシューティングインサイト、今週のプレイ映像は激アツでございましたね。模擬戦ということで、早乙女アルトキーバーサスキース鬼玉、という模擬戦を、ケンさんがプレイしてくれたんですが、もう画面が混沌としてますね今までエウレカさんが、テストプレイしたものとはもう比べ物にならないぐらいの弾幕ゲーでございましたいやーそれもね、はい、貴様風に乗ったかということで、ケンさんクリアしてらっしゃいました。いやーすごいですね。もう1ランクレベルが上がると敵がマックスさんですね。マックスの若かりし頃のマックスになるみたいででして、うん、なんかそこら辺もどんな感じになるのか、見てみたいじゃん、見てみたいですね。はい、ぜひとも予約しましょう。あと、マクトマの最後に紹介されましたのが、BS、毎週木曜はマクロスの日ということで、BS 日テレ、23時30分から毎週2話ずつ放送中でございます。エウレカさん、生放送で同時視聴ってやっておりますのでね、BS 視聴環境をお持ちの方は、リアルタイムでエウレカさんと一緒に見ませんが、生放送やっておりますのでね、お付き合いください。はい、マクトマの情報は以上ですね。来週はマクロスモデラーズということで、ゲストのモデラーズの方はちょっと紹介はされませんでしたが、まあとにかく来週木曜日はマクロスモデラーズ見ることといたしましょう。はい、あとは細々とした情報でございますね。はい、タイニーセッション、バサラキのタイニーセッション魂ストアにて展示中ということなので、エウレカさん、これちょっと近いうち見に行こうかなと思います。いや、てかもうすでに見ておりますけどね。はい。こちらの方もぜひともご予約ください。写真家さんが撮影しますと、ほんと美しいですね。エウレカさんもこのぐらい綺麗な写真撮ってみたいものでございます。それと合わせまして、メサイア。サウトメアルトキですね。こちらのメタリックカラーエディション、店舗限定商品ということで、まあ、これまだ普通に売られて、こうやって紹介されてるので、なんか品切れになるとかそういうことはないのかな。絶賛販売中ということですので、こちらも、ぜひ、お店に行ってご購入ください。一応と、秋葉原と、あと、
ね、大阪の方でもね、魂ストアで販売されてらっしゃるということでございます。あとは青島さんから、VFマクロスデルタ VF31A カイロスマーキーナバリアブルファイターガールズ紙、めちゃくちゃですね、まとまっておりませんね。はい、マキナ中島、VF ガールが一応予約が公式さんでの予約が終了しましたということです。ただ一応他サイトですね、他のショッピングサイトではまだ予約できるようになってございますので、 Amazon さんでの予約リンクとか貼っておきますので、ぜひともご予約ください。このマキマキの売り上げ次第で残りのワルキューレメンバーが発売されるかどうかっていうのが決まるようでございますから、いやめちゃくちゃキャワワですね。ぜひともご予約ください。はい、マクロスモデラーズつながりでバルキリーアンケート締め切りが、今週末日曜日1月14日となっておりますので、ぜひとも投票プラスコメントをいただいた方から31名、抽選で31名様に、はい、このハヤテくんのアクスタが当たるということですからね、ぜひとも投票しましょう。そしてバイスシュバル2マクロス、エクストラブースターマクロスデルタのカード紹介、なんかこれね日々カード紹介が出ているようですので、ぜひとも、バイスシュバル2さんの公式の方を覗いて見てみてください。この時紹介されておりましたのがミラージュさんとそしてマックス館長でございますね。はい、ということで今週は駆け足で、紹介してまいりました。こんな感じでございます。冒頭でも申し上げましたが、何かこんな情報あるよとかありましたら、ぜひともコメント投げてください。よろしくお願いいたします。エウレカさんはこれから京都へ向けての準備をしなきゃいけないので、急いで準備しなきゃいけないのでね。はい、バタバタとしちゃって申し訳ございません。動画もねちょっとアップロード、その他の動画ですね、アップロードできてございませんが、一応京都に行ってきましたよレポート動画とか作りますのでね、ぜひともそちらの方お待ちください。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回はこれにて終了です。良い週末を。